8月20日、6時49分の相場解説になります。今デイリーを見てるんですけども、デイリーはですね、右肩下がりといいますか、こういう風な動きになってますよね。だんだんだんと降りてきて、で右肩下がりなのかなというところでございますね。今瞬間的にこうね、上に上がったような形になってますけども、4時間の方で細かく見てみましょう。はい、4時間に行きますと、全体的には下げ基調だったんですけども、上がったところもあったり、大きく下がったりね、でまた下がったりとか、でこちらの方で底を作ったような感じがしてですね、ぐーっと上に上がっていったんですよ。あの売りに入るタイミングを待ってたんで、これ上がっていくのはいいんですけども、じゃあどこで売りに回ったと判断していいのかっていうと、やっぱりこの辺かなと思うんですよ。そういうところをちょっと1時間の方で見てみますと、話はまあ簡単になってくるっていうかね、おおむねですけども、おおむねそうです。ちょっと見つけにくいですね、これは。こういうふうに引いておきましょうかね。ちょっと大きいですけども、この範囲で下げに向かうんではないかなと思います。今こういうふうに上がってますよね。でこの辺りなのか、この辺りなのか、この辺りか分かんないですけども、まあ売りに変わっていくんではないかなっていうふうに思うんですよね。まあそうですね、もう一日売りに入るタイミングを見てみようかなと思います。昨日はね、結局結果的に見たら買いで午前中入ってればまあ良かったのかなと思いますけども、入れないですね、怖くてね。はい、今日も売りを狙って、エントリータイミング、エントリーポイントを探そうかと思います。それですね、まあ、何人かの方が相場解説を始めちゃってますよね。私と同じように、もうそれでいいと思いますよ。動画の本数も上がりますし、自分の相場解説がどのぐらいね、人の関心を引くのかなっていうバロメーターにもなって、結構ねこの FX の相場解説って、あの初めてやった人でもアクセスが取りやすいんですよね。だからちょっと試してみるのをおすすめします。それから FX もうかなりね、1年とかやってる方もいますよね。あの1年でうまくいかないの当たり前だと思うんですよ。1年やっても、逆に言うと1年未満でどん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 うまくいっちゃう人ってのはやっぱり逸材なんで、そういう人はね結構順調に、行くんじゃないかなと思うんですけど、1年経ってもまだねなかなか芽が出ない人ってのは、それね、そんな特別なことじゃないんで、自分が落ちこぼれって思う必要ないです。まずは基礎知識暗記できるかどうか、ここでどのぐらい、やれたかですよね。これ感性とかなんとかじゃなくて単なる暗記なんで、暗記って一番簡単ですからね。暗記をした上で、その暗記をしたことを使えるかどうかを実践で試すわけですから、もう一回ね、初心に帰って、自分は、FX の専門知識覚えただろうかってことをね、確認してみてください。以前も資料を送りましたけども、覚えることってね、結構ありましたよね。もう1年経ったらさすがに覚えておいてもらいたいなと思います。はい。それで、今月の25日、もうすぐですよね。25日には、海老名の方に参りますんで、皆さんね、海老名でお会いしましょう。まだお申し込みはできますんで、会場ちょっと広いですからね。私の方にメールをいただければ、幹事の安倍理恵さんにおつなぎしますので、細かいことは安倍理恵さんから聞いてください。以上ですね。では、よろしくお願いします。